さあ皆さん、ごきげんよう。本日もてげてげビルご覧いただき、ありがとうございます。さあさあさあ、今日はですね、素敵な商品を紹介しようかなと思っております。あら、ちょっと光るな。実はですね、私、イヤホンをですね、イヤホンというかイヤホンが好きでいろんなタイプの持ってるんですよ。ちょっとね、話題になったこのね、Google のやつもね、持ってたりするんですけども、結構あって今ね、どうかな、手元にね、6個ぐらい、6種類ぐらいあるんじゃないかな。そう、そんな中でね、今日紹介するのはこれです。もうね、この S というマークで、お分かりいただけた方もいるでしょう。そう、サウンドピーツですね。結構ね、イヤホンとか、有名というかね、いろいろ出しているメーカーなんですけども、そこの新製品が出たんですね。サウンドピーツのエアー4、あれなんか光るな、エアー4、あれ光る、エアー4です。そう、これを手に入れてですね、そう、まずね、軽く紹介する前になんですけども、このね、パッケージ。もちろんね、買ったらパッケージついてくるんですが、ここでね、おっと思ったのがあって、この技的マークですよ。これ日本で使うとき大事なんですよね。電波を扱う機器にはこれがついてる必要があります。そしてもう一つがこのリサイクルマークですね。充電式のバッテリーですね。主にリチウムイオン系なんですけども、それって地方自治体によって回収の方法が違うんですけども、多くの自治体はその、地元の家電量販店とかで回収してくれるっていうことになっておりますが、このリサイクルマークがついてないとですね、回収してくれないことって実は多いんですよ。ちゃんとしたモバイルバッテリーとかもですね。なので私がこれ手元に来てね、まず確認したのがこれでした。技的のマークとリサイクルマーク、これ大事です、大事です。皆さんもね、ぜひね、海外の製品買うときはね、これをね、確認した方がいいと思います。さあ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 、じゃあね、軽く、物体をというかね、実物を見ていきましょう。こんな感じです。サウンドピーツさんのってもデザインがいいというか、シックというかですね、こう所有意欲、これをね、満足させてくれるデザインなんですよね。今回もそうです。さあ、開けるとこんな感じですね。よいしょ。正直言いまして、なかなかこのデザインでね、その個別化を図るっていうのは難しいと思うんですが、よくあるタイプです。そう、実はね、私ね、いろいろ買ってるんですけども、なんかね、これ Google バッツだったかな、こういう感じで耳にギュッと押し込むタイプですね。これがね、なかなか私の耳に合わないというか苦手なんですよね。外の音はこう聞こえなくなるんですけども、完全に聞こえなくなるっちゅうの、私はね、ちょっと安全性のことを考えて、という感じだったんで、結局ね、この形に戻ってきたという感じですね。いや、これがね、一番耳に負担も少なくてね、やっぱしっくりくるんですよね。そしてこれもね、実は何日か使ってるんですけども、なんていうのかな、日本人に合う形、日本人にというかアジア人に合う形っていうのかな、ちょっと小さめな耳の私でもぴったしフィットして、なかなかこれね、外れにくかったですね。すごくいいですね。そんな感じでね、見た感じはこんな感じで、でこの金色のロゴの部分がね、タッチセンサーがありますんで、ここで例えばね、2回タッチとか3回タッチ、長押しとかすることで、いろいろな操作が可能となっております。いいですね。さあ、そしてですね、
まあ簡単にアピールポイントというかですね、まあ詳細なことはですね、説明欄に商品のリンク貼っておきますんで、そこでご確認できる、ご確認していただきたいんですが、簡単にいくつか、特記事項、アピールポイントを紹介しますと、まずこの Bluetooth、そう、Bluetooth 大事ですよね、接続。ね、途中で途切れたりしたらね、困りますからね。その Bluetooth のチップが Qualcomm、そう、Qualcomm といえばスマホのね、チップだったり、まあ、有名なとこですけども、その Qualcomm のチップを採用しております。そしてスナップドラゴンサウンドにも対応。そしてスピーカー部分、これは 13mm のダイナミックドライバーを採用しております。いいですね。そしてなんとマルチポイント機能に対応しております。これ何かというとですね、まあ、通常は1台のスマホにこうね、Bluetooth 設定 して、で、まあ通常使うと。で、別のスマホでまた使いたいという場合は、一度、例えばね、その Bluetooth の設定を解除して新しい方で再設定をし直さなくちゃいけなかったりするんですよね。ところがこの、マルチポイント機能、ここに対応しているということは、例えば1台 A というスマホにこれを設定します。そしてまた別に B というスマホ、そちらにも同時に設定することができるんです。片方を削除して片方に追加とかじゃなくて、同時に2台追加、登録することができるんですね。それがマルチポイント機能というふうになります。さあ、さらに、ゲームをされる方には、おすすめな低遅延ゲームモードというのも設定されております。遅延の少ない環境で使うことができますね。そして、まあ、今では当たり前となっておりますが、ノイズキャンセリング機能ももちろんついております。ただしこれがですね、リアルタイムアクティブノイズキャンセリングといって、私が読んだ感じではですね、これまあ耳にセットしますよね。でその耳の空間というか形っていうのはやっぱ人それぞれなわけなんですよね。でそこら辺の空間、そこら辺を判断して、最適な感じでノイズキャンセリングを働かせてくれるというモードになっているらしいです。あと最初に言いましたが、このデザイン、この形のおかげでですね、まあ、アジア人というか日本人にもぴったりな形になっているのはこれはね、間違いないですね。あと再生時間はこのケース、これを含めたらトータルで26時間です。これ中を出したこの単体だとね、何時間だったかな、6時間だったかな、 6.5 時間だったかな。まあ全く問題ない感じですね。値段もですね、まあ、下の説明欄見てほしいんですけども、かなりお求めやすい機能となっております。そしてですね、今回なんとクーポンコード用意しておりますんでね、まあ、期間限定ではありますけども、ぜひそちらもご利用いただければなと思います。さあ、そんな感じでですね、まあ、軽くダラダラと説明しましたが、毎回言っております通り、私レビューもね、企業から提供していただいたものも一切レビューも妥協しませんというか、悪いところがあったらちゃんとそれも言いますのでね、正直にレビューしていきます。今回もそんな感じでレビューしたいと思います。じゃあまずね、これをつけてちょっとウォーキングしていきたいと思います。ちょっとね、音声取りたいんですけども、ほぼ無風ですね。いや、参ったな。とりあえず私がウォーキングできているこの場所、これ2階なんでね、風が通るかなと思ったんですが、ちょっと通ってないですね。まあ、とりあえずここで今使ってるこのピクセル7ですね、 Google のこの動画でですね、 Bluetooth イヤホンの音声、これに切り替えてちょっと撮ってみたいと思います。ワイヤレスイヤホンの音声で今撮っております。ノイズキャンセル。これの切り替えがね、イヤホンの左側のタッチパネルじゃねえ。タッチ部分を3秒、押すと切り替えられるんですけども、今オフの状態です。ノイズキャンセルオフで撮っております。
どんな感じで撮れておりますでしょうか。ノイズキャンセルオフで撮っております。風はね、無風ですね。じゃあ次、切り替えていきます。さあ、次がノイズキャンセルをオンにしました。このエアフォーのノイズキャンセルというのは、設置している耳の形とか、まあ、そこら辺の空間、これによって適切なものに切り替わるというか適切に作用するようですね。なので、ちゃんと耳にこう設置すればするほど、ノイズキャンセルの効果は、綺麗に動くということです。ノイズキャンセルオンで今やっております。ただし風はほぼ無風です。先ほどの音声と比べてどんな違いがあるかね、ちょっと楽しみですね。今、ノイズキャンセルね、確認してみたんですが、まあ、完璧なノイズキャンセルってないと思うんですよ。やっぱりこう言葉の出だしとかがちょっと聞き取りづらかったりするんですけども、まあ、そんな中でも、これはいい方だとは思うんですが、いや、ノイズキャンセルなしの音声がかなりいいんでね、私はそっちを使うかな、と思いますね。まあ、これで風がすごく吹いてるとことかだったらまた状況は変わると思うんですけども、まあそれはね、また後々、これをね、使用して分かったことがあったらね、追記しようかなとは思います。まあ音声に関してもまあ問題ないですね、今のところね。さあ、というわけで実際に使った音声とかを、今公開したわけですが、いかがですか？ね。この形状って、やはりマイク側の口元から遠いんで、かなり音がプツプツ途切れる機種っていうのが多いんですよね。ただそんな中、このタイプでここまで、高音質で、ね、自分の声が届けられるっていうのは、ね、これはこれでもう全然問題なし、バッチリいけるんじゃないでしょうか。少なくとも私が持ってるこの Google Buds よりも、全然音質は良かったですね、マイクのね。あ、そしてマイクよりも先にそうだ。音楽とかね、聞いた時の音なんですけども、いや、これはね、これもね、自信持って言います。もうね、今回やっぱり有名どころなんでね、これとの比較になりますが、Google のね、こいつ、との比較になりますが、断然音がいいです。これとの比較っていうよりも、かなり CD 音源に近いですね。例えば、その低音だけがもうすごく響くような音でもないですし、高音だけが強調される音でもないんですね。そこも本当バランスよく、綺麗に聞こえてくれる。いや、これね、いや、さすが音にこだわってるメーカーだけあるなっていうのはね、感じましたね。これは日常使い全然いけます。そして、これはね、どうなんだろう。人によってね、これに価値観を生み出すかどうかわかんないんですが、私はですね、もう一つ非常に良かった点としては、音漏れが少ない。音漏れがね、今私が持ってるこのタイプのイヤホンの中で一番音漏れが少ないというかね、かなり大きな音で、音楽聴いてても、外に聞こえないですね。あ、これもね、これとの比較になるんですが、全然ね、これと比べたらもう、音が全然漏れない。いや、これはね、ありがたいですね。やっぱ気になりますもんね、人がね、周りにいるときに使ってるとね。もし迷ってる方、どのイヤホンにしようかなって迷ってる方いらっしゃいましたら、ぜひこのサウンドピーツの Air 4、これ新発売です。ぜひ、ご検討いただけたらいいかなと私の本音で申しております。あ、そう、音をね、どうだろう、わかりやすく、なかなかね、これで聞いた音をね、録音する術がね、私の手元にはないんであれなんですけども、まあ、あえてこの、こいつね、もう商品名言うのはやめとこうかな。こいつと比較すると、これをね、こういう音楽を聴いたときに、それを数値で、例えばね、5だとすると、これ8。これを5だとすると8、そのぐらいこっちが音がいい。
マイクの音質もですね、これを5だとするとこれ8ぐらいありますね。わかるかなこの言い方。まあ、ちょっと私独特の、言い回しにはなるんですけども、まあ、どういうことが言いたいかというと、私はね、これはもう多分ね、使わない。うん。まあ、間違いなくこれをね、これから一番使うんじゃないかなと思いますね。あ、それとですね、iPhone、iOS であれば、Siri も使えます。このタッチするところでですね。そして、Google ですね。Android スマートフォンとかだったら、Google アシスタント、これから起動することもできます。非常にいいですね。それ、大事ですよね。もうね、買うときに、一つのポイントとなるんじゃないかなと思っております。さあ、そんな感じで今日お届けしたのはサウンドピーツの Air4 です。いやー、これはいいですね。なかなかお買い得、値段もね、お求めやすい価格になってるんじゃないかなと思っております。そして期間限定ですが、下の説明欄、クーポンをご用意いたしましたので、ぜひ皆様、イヤホンをね、どれにしようかなーって考えている方は、これもね、選択肢の一つに入れてみるといいんじゃないでしょうか。ということで、またお会いしましょう。あ、そう、これもね、これからどんどん使っていってね、また何か、新しい発見ありましたらお伝えします。じゃあまたお会いしましょう。ごきげんよう。さようなら。